ここに来るのは私ここで何回ぐらい四五回は来てるんですけど、送迎バスあるんでそれで来るんですけど助かってます、はい、それでやっぱり私もう波にいる時はもうほとんどサンプラザさんで買い物してたん でここにオープンした時はとってもやっぱり嬉しかったですね。で一番先にここに買い物に来ました。はい、で助かってます。はい、送迎っていうのもすごいね、珍しいですよね。そうですね。でもね、やっぱり波町の人たちはやっぱ待ってたみたいです、うん、それでオープンって言ったらやっぱり皆さん喜んできましたよ。もう、まあ、2011年には我々の会社被災しまして、まあ、それからですね、外ね、なかなか皆さん、うちのスタッフたちもね、先が見えないっていう状況の中で、まあ、実は社員集会を開いたりとか、あるいはその事務所の方を、ね、郡山市に開いたということもあって、少しずつスタッフたちが集まってきまして、一番最初はやっぱ仮設でのスタートですかね、まあ、そういった形でスタートしました。まあ、実際ね、他の場所でお店をやるっていうのは非常にね、困難だということはもうみんなもね承知はしてました。ただやはり一つこういう拠点がねできるかどうかというのは非常にね、この再雇用面もそうですし、やはりまあある面ではね、もう一番ベースの会社でありお店ができるということをですね、まあ、そういったことでみんな非常に強い思いも持ってましてね、そういう部分で、まあ、なんとかねたまたまこの物件にも巡り合えてということで、ここで店を開かせていただきました。うちのお店っていうのがね、浪江町で昭和2年の創業でしたから、もう今年で86年目なんですけどね、やっぱりその間ね、うちの、まあ、今回中にもいるんですけどね、もう本当40年とかそういうベテランのスタッフたちもいて、やっぱ彼女たちなりがずっとねお客さんを作ってきて、まあ、その関係性っていうのがね、やっぱこういう場所が変わってもまだ生きてるっていうのは非常にやっぱりありがたいことですね。